はい、えー、それではですね、本日の、えー、お題、えー、法律知識ゼロから弁理試験に挑戦ということで、歴戦人講師弁理士の宮口聡氏です。どうもおいしょ。はい、えー、いよいよね来年に向けてあのガイダンス今日が第一弾になります、えー。皆さんですね、今日は本当にあの待ち望んだと思いますっていうのもいつもですね。 12月以降なんですよ第1弾のガイダンスは、ね、まあしかしやはりこの「便利子」を目指そうというねそういう人が増えてきておるとねであのなぜ増えてきてるのかというとね一回下がったんですけどもやはり去年とかね「便利子」のドラマがあったり、ね、やはりその知財ブームということもあってね、えー、ますますやっぱりこの知的財産資源小国日本において重要視されてるんですよ。ね しかもあの今ね技術がどんどんやっぱりこう移り変わってますよねだからそういう意味ではね既存の弁理士も大勢いますけどしかしこれからねその自分がその得意とする分野をあの弁理士としてね生かしていただければあの十分食っていけるということなんですよ。ね、ということで今日は法律知識ゼロ、ね、私もねゼロからです。ええ もともと理系だったということもあってねあゼロからの挑戦だったんですけどねまさかあの私はやっぱほらんで理系の方に行ったかというと単純にですねその理系の何かが好きだからっていうよりは消去法ですよ文系科目は苦手だからっていう <laughs>、ね、数学とか得意だったんだよね。あの文系の国語とかね社会とかね全然好きじゃなかったんですよ。ね 何が面白いんだって感じでね。で、あの算数数学はね。なんか面白いんですよね。なんかあの答えがこう。一義的に決まるっていうね。こう車でいうとギアチェンジがうまく決まるような。そんな感覚でね。数学は得意だったんですよ。まあだからまあ、消去法であのー、理系に行ったんですよね。それでまあ、数学は得意な割にはなぜか大学では科学を選んだというね。で、なぜ科学を選んだかというと、これまたね。動機が不純で。 理系の中で女性の比率が多いといとうねもうそれだけですでそういう動機で進んだもんだからあの全然興味持てずにですねで科学系というと実験じゃないですかで俺実験が嫌いでねまあ実験しないけどなんかデータは出来上がってしまうという不思議なことにねあだから研究者に向いてねえなーと <laughs> それであの企業に就職生これまた開発部に所属したんだけどね、あのー、あんまりやっぱり向いてなくてっていうか ややっっっぱぱりりその才能のある人てかうんこれは勝てないなみたいなね研究にしても開発にしてもうわこの連中には勝てないなというのをねもう早々とあのあ悟りましてですねちょっと違う分野じゃないとこれ太刀打ちできないなとそこで注目したのがこの弁理士なんですよ。でもうあの会社に就職してね、えー、1年目ですかもうそこからですねちょっとあの開発には向いてないなと思いましてね でそこからあの勉強始めるんですわ私え。当時あの就職一年目、私はあの大学院は行っていません。で、あの三重県にいたんですよ。で三重県にいて、あの弁理士の本をね、あの探してですね本屋で。で頑張って試験受けたんだけど独学で。全然歯が立たなくてね。それであの通信講座で受けたんだけどね。これもあのなんか教材が送られてくるばっかりでね。なんかこの。 送られてくると不思議にに、ね、力力がつついいいたよよようななな取られるんんででですす全然力ついてないですよねでもなんか送られてくるからいつやってもいいわみたいな感覚で,でこれまた次の年も落ちてですねでそういうのが何年か続いたんですよ、ね、でこれはいかんなと、ね、で私もその当時開発にいたからこれも仕事も知財部に移らないと気合が入らねえなと思いましてね会社にあの知財部あの移動を希望しまして。 で3年目かなわなかったんですよ、やっぱりね、お前、あのねいきなりかなうと思ったらお間違いぞとか言われてね、ででもね、あの次の年、あの合計して会社に入社してから4年目、4年目でようやくね、東京本社勤務がね、叶ったんですよ、それで、えー、と同時にあのレックにも通い出してね、まあ当時はねレック神保町本校だったね、うん、でそこであの1年頑張ったらね、受かったんですよ。えー まあ、そ,その時点でもうし 5, の5年ぐらい経ってたよな、うん、それで1年やっぱり予備校ってすごいなとねであ独学だったら多分ね受かってなかったと思いますええー、あのー、やっぱり予備校ってすごいなとねで気づいてみたらね全国一位だったんですよね,ねであのレックさんの方からねぜひこの一位になった経験を、あのー、交渉し生かしてくれないかということでねそれで今に至るとねもう早23年ですか 私が受かったのは、ね、西暦1999年ギリギリね1999年に受かって2000年の4月からね教団に立っておりますだから本当に今2023年だけど4年目に迎えるからねで0の1年目とするともう25年レックの教団25年経っておりますねでそういうこともあってね本当にやっぱりこれからね弁理士を目指す皆さんにとってねあのー、本当に弁理士験というのはね大きな山なんですよ高い山です エベレストみたいな高い山かもしれません。それを私はアシストするっていう係です。これ山をね。低くすることはできないんですよ。山はもともと高いからね。だから、それを超えるべくアシストするのが私の役割であり使命です。で、まあ、あの皆さんね。今日はこのこういう資料もありますけど、宮口クラスの驚異的な合格率についての考察を見るとですね。まあ、皆さん、あの来ていただいて、このデータを見る限りですね。 まあちょっと、ね、今年の最終合格のデータがちょっとないんであれですけど令和4年まではあの載ってまます令和4年まではです、ねまあ、あ一発合格者の数があ毎年1位ということで、ね、あのうちのクラスからあ一番多くあの一発合格者が出てるということで、えーあのー、もう先に、ね、重要なこと言っていきましょう、ね、いつもなんか,後から、ね、重要なこと言ったりする話が多い中。 もうね、一番重要な、そしては何かもうここに書いてあります決断力、ええ、決断力のある人は受験を制しますし実務会でも制します、ええまあ、政治家とかもそうじゃないですか政治家でも決断力のない政治家というのは、ね、全然評価されませんし、ね、あの企業の経営者なんかもやはり決断力、ね、これがやはり求められるこういう人がやっぱりこう世の中トップに立つ、ね、そういう傾向がありますよね受験勉強もそうなんですよ。 やはり決断力なんですよ、ね、だから皆さんね少なくとも決断力のある人たちなんですよなぜかガイダンスの第一弾で来てる、ね、しかも講座は4月から始まるんですよ来年のでももう気持ちはね今からということで来てもらってるわけですよね少なくとも皆さんね喪失がありますねだからもう今日ねもうできればあ迷うことなくあ申し込んでいただいてね早急申し込みをすればその分 お値段もまあ安いしでしかもあの、ね、は先取り予習というのができるわけですよ。それでどんどん予習していただいてもう4月頃にはねもう中,上級中級レベルぐらいの、ね、レベルでもって、あのー、スタートを切ればですねもう余裕で、ねよあのー、約56ヶ月5か月か今からやれば予習ができるわけですよ、ね。だからその2回目繰り返すっていうことで今度はね知識がその理解から定着につながるんですよ。 まずは理解しないとダメ覚覚ええようと思ってもらられまませんだからあの、ま、ずは理解することで2回繰り返すことで覚えようとしなくても自然と定着する定着すれば自然とね会話と一緒です英会話なんかも一緒ね自然にこう出るようになるね知財の中でも議論ができるようになるこうなれば締めたもんです、ね、だからまずは理解することであと理解できなくてもとりあえず先を読んでみようかっていう気持ちで進んでください 一つ一つのことにこだわりすぎてると、前進しないんですよ。だから少しぐらい分からなくてもいいから、ドライブ回転。ね。ドライブ回転でどん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 前進していくうちに、分からなかったことが分かるようになったりもするんです。ね。だから、とにかくね、一ところに、あの、こだわりを持ってね、その、ストップしないこと。え、分からなくてもいいじゃないか。どんどん前進しようということで済んでください。ね。そういう人が受かるんです。だってね、私たちプロでもね、 その発明なんてね発明者しかわからないんだからその発明をね100%理解しようと思ったって無理なんですよ。ね大体7割ぐらい理解できてればいいんですこの世界。うん、で私もねその一応便利子ですからあのレックで教えてる他に一応便利子です。ね、で実務もやってる。で便利してね幸いなことにそのなんていうかねまあ他の資格もそうかもしれないけど何か一つでも得意分野があればね食っていけますよ。ええ。 むしろね何て言うかジェネラリストよりもそ,その人が何が得意かっていうことがある方が大事、ええ、で私はねあの特許で言うと何が得意かというとあの家の鍵とか車の鍵、まあ、皆さんも家の鍵ぐらい持ってると思うんだよね家家のののの鍵鍵の車技術の専門家なんですよだから、まあ、あの私のあれ名前で検索すると多分鍵関係の特許が多いと思うよであのそれ以外はね全然分かんない。 ビットコイン関係の技術であるあのブロックチェーンねブロックチェーンの,あの質願お願いしますって来たんだけどで俺もまあいいかチャレンジしようと思ってチャレンジしだしたんだけどね分からねえ分からねえまあこれはもう Z 世代の人じゃないと分かんねえなと思ってねあの副代理人というか他の人に任せました <laughs> いいんですよそれでだから大事なことはね分からなければ分からないで誰か頼めるぞっていう人的関係これが大事なんですだから 自分で何か得意な分野を一つ持ってください。で、あとはね。何かあの頼られてもできないことは知り合いに頼めばいいんですよ。だから、そのね。とても大事なことは人的関係、つまり人脈ですよ。だから皆さんね。幸いなことに。この宮口クラス。毎年あの100名以上のね。あの通,し通信も100名以上だし、通学も100名以上なんですが。 まあ通学でねそのコロナで一時期ちょっとあの79人ぐらいにあの減りましたけどねまた今 V 字回復しておりますなのでその皆さんこの宮吉クラスねまあデータにもあるようにこう合格者も多いだからねその何て言うか一緒に合格するとやはりずっとねこれから一生の友になってくるんですよで一生の友であり一生のライバルでもありいい関係が築き上げられるんですねでその時に そのやっぱりこう仲間は敵だじゃなくてねやっぱり一緒にこう共にこの知財をね牽引していこうという気持ちであの仲間をいっぱい作ってほしいんですそうした時にこういう時この時はこ,この人が確か得意だったよねみたいなねあの分野があればいいつでででも頼るることできるじゃないですかだからねそういう意味でも宮内庁はですねいっぱい仲間ができますだ、ね、だからあの受から受ることもも大事だけどもね。 仲間くり将来の知財を牽引していく中でねあと時と場合によってはねその共同してあの事務所をやろうぜみたいなねそういうあの本当にねまあ共同経営者みたいな形でねやっていってるのも何人もいます見てきましたうんだからあとはね海外に行ってもいいよね皆さんの中には多分あの語学が得意な人もいるだろうね中国語韓国語英語フランス語であのデンマークもいるな。 まあ宮口クラスからね巣っていった人はもう数知れずですよ。ねうん、でもあのどうしてもねあのフランスで活躍している竹下君っていうのが私はあの印象深いんだけどもうフランスの第一人者になってるからね宮口クラス出身です2019年に受かったもうフランスといえば竹下先生っていう感じなんですよ業界的にもだから皆さんもねそうなってほしいね、うん、デンマークもねうちのクラスの第一人者がいる、うん、だからやっぱりねあのそういうふうになればさ もう十分食っていきますよみんなが頼ってくるからこの分野はこの人ありみたいなね、ええ、そんな感じ、ねえあのー、皆さんもね何かもう現時点でも得意なものを持ってると思うんですよそれを生かしてくださいじゃあ皆さんねこういう人もいるでしょう当然、ね、あの得意分野何もねえぜと取り柄もねえわとなんとなく便利し稼げそうだから今日は来たぜみたいなねそういう人もいると思うんですよでそれはそれでねあのとりあえずあの受かることを念頭に頑張ってほしいんだけど あの時々いるんですよあの。弁理士になっては見たけどもねあの先生なんか俺明細書向いてないんすよねとか言ってね、うん、でねあのそういう時はまあ俺を頼ってきてもいいよなぜかというとねあの1年間とは2年間とはねあ2年間って言わない方がいいから1年間ですだってほしいから <laughs>、ね、まあ,あの受からない人もいるからね受からない人の方が多いんであの2年も3年も俺の、ね、授業を受けてくれてる人もいるんだけどそうするとね私の方も。 だいいた皆さんの性格とかあのそういういものを、ね、把握すするんですよだからね便利子になってからもよく俺のところに時々ね挨拶に来る人いるんだけどたまにもうなんか壁にぶち当たってどうしようもありませんとか言ってねどうすればいいでしょうかみたいな時に俺がね「お前そういえばなんか宴会好きだったよな」って言ってね「うん、じゃあ,あの事務所のあもうすぐ4月やねえか」と「じゃあお前ちょっと事務所の花見とかの場所取りでもやれよ」っつって言ったんですよ。 そしたらはい分かりましたって言ってねそしたらやっぱり事務所に喜ばれたらしくて誰もやってくれねえと「でお前あれあの本当気が利くな」って言われて「いや先生のアドバイス本当にありがとうございました」なんか事務所でなんか自分の存在価値は認められた気がして嬉しいですって言ってね、うん、でも花見は終わりましたしもうこれで俺の出番も終わりと思うと悲しいですけどそうかそうかそしてお前どこ事務所やったっけああ あのビルだ、ね、そうそうエルタワーと一緒だから多分ね防災委員会っていうのがあるんだよと防災委員会って分かる地震とか火災が起きた時にねなんかその社員とこを誘導するようなあの人が必要なんですよこういうビルにはお前そういうのも立候補してみろとねあわ分かりましたっつってそしたらまた事務所に帰って立候補したらしいんですよ誰もやり手がいねえからそしたらね本当に所長からお前本当ねみんなが嫌う仕事を率先してやってくれるなということで今ではなんとその大手特急事務所のね 弁理士人事部長ですよ <laughs> ち,ょっとちょっと本来の弁理士とはね違う方向に向かっているけどいいじゃないですか人事部長ですよ。ね会社で人事部長といえば超エリートなぐらいだからね。うん、でかもう本当にね先生のおかげです俺の性格を見抜いてもう本当に適材適所を見つけてくれましたっつってね本当に感謝してもらってますよだから皆さんもね、まあ、私が皆さんのこう1年間を通じてねどういう人間かも見抜いていきますからね。 あのー、まあ何か困ったら言ってくださいよ、ね、そういうのでいろいろ活躍してもらうと俺もうれしいんだよねやっぱうちのクラスからねあの活躍してるわと思うとね今日あの一番後ろいにねうちのクラスからあのあの実務会であの活躍してる、ね、和田先生にも来ていただいてますでなんで和田先生に来ていただいてるかというとねまあ一般的に便利してるのは理系出身が多いです、ね、まあデータの上では78割理系ですよね でも文系でも活躍できるぞということでその和田先生今ねもう商標の分野であの文系出身であの本当にね事務所で本当に今もう,、えーも,うまあ、もちろん所長がいてもうその次ぐらいの、ね、身分にまであの本当に上り詰めてますねもうナンバー2ぐらいの地になってきてるとね、まあ、だからもしあの文系の人、ね、その商標をやりたいんだとかあと選択科目ねあの便利試験ってね選択科目で悩む人が多いんですよ。 まあ理系で大学院出身の人はもうそれだけであの免除の申請をすれば選択科目免除になるのでまあそれはそれでねあの私の,あのねクラスで副担任を務めておりますあの専任チューターの,あの安西先生というのがねいるからまあそれにあの選択科目の申請の仕かとかをねあの聞いてください。私の時代はね選択科目とかなあのみんな受けてる時代で免除のなかった時代なんでちょっと免除申請のやり方俺は知りませんのでね、う。ん であの選択科目あの大学院出てないぞとかね何の取り柄もないぞという人もいると思うんですよ。で和田先生はね民法も勉強しました文系ということで,、ね、で民法が肌に合わなくて <laughs> 途中からあの応用情報にしたんだけどねそれが構想してね文系だけど応用情報に変えてもスすっと受かりましたんでそういうところのアドバイスも聞いてください。ねまあ、俺ででも分かっているのののはは応用情報ととうのは4月と10月10に試験があるので もしあの今からねそのあ、選択科目目指すぞという人にとっては今ちょうどいいです。ね、だってあの入門もさ、まだ始まってないからさ、あのウォーミングアップ程度でしょ、だから同時並行で応用情報の勉強し、で4月の試験受ければさ、それで免除あのできますよ、ええ、そのはぜひ和田先生に聞いてください。ねはい、じゃあね、今日はあは法律知識ゼロからということでね、ちょっとこの,あのレジュメでも、ね、見ていこうかね。うん まずあ便利試験のね、あのー、あれだね、担当試験がまずね、5月にあるんですよ。ね、ちょっとね、私の,あの授業にも慣れてもらうために、ちょっと蛍光ペン使うね、あ皆さん、別に持ってこいって言ってないから、あのー、今日は持ってこなくていいですよ、蛍光ペン、私、使いますからね、はいで、まず担当試験が5月に実施されます、厳密に言うとね、5月の第3日曜日です、はいであのー、科目数がね、えー、と特日20。 意装が10、商標10、条約10、これね、ちょとふで合わせて10ですね、ちょが5で、ふが5で、合計60問、ね、で原則五枝、択一方式、えー、制限時間3時間半です、ね、これが重要、だからまずね、皆さんね、あの3時間半、あの机に向かう習慣をつけてください、ね、例えばだから毎日の勉強を目標3時間半、ね、なかなか最初はきついですよ。 でもちろんあのトイレに行ったりしてもいいけどとりあえず1日の目標3時間半勉強するぞと、ね、決めてくださいでまずあの私が皆さんに言いたいのは、ね、皆さんが夜型なのか朝型なのかこれは分かりません人それぞれだから自分がどっちの勉強が向いてるのかをあのまずは見極めてください、ね、あの俺は夜型でしたよね、うん、でもねあのデータが面白いデータが出てるんですよ、ね、あの朝型の方が受かる人が多いです。 ええ、夜型は、まあ、俺も夜型だったけどあんまりね短期合格する人が多くない <laughs>、ええ、朝型の人は短期合格多いんですよなぜかあとはね夜と朝をハイブリッドで分けてる人もいるね、うん、でなんでね朝型の方が有利かというと締め切り効果ですで皆さんね今あれかなあのテレワークの人もいるかもしれないけど大部分はねやっぱり通ってると思うんですよ会社にそうすると何時何分に出ないかんっていうのはもう決まってるでしょ だからそれまでに勉強しないといけないという締め切り効果が集中力を高めるんですよ。で夜勉強するとその締め切り効果がないでしょ眠くなったら眠るって感じでしょだからねあんまりそのなんていうのかなやってる感はあるんだけどあんまり身についてないことが多いでしかも正確に身につかないんですよ夜の勉強って例えばね私もあの便利士の仕事をね夜やるとするじゃないですかそうするとね結果的にミスが多いんですよ。 うん、だから私はね自分のことよく分かってるんで夜やった仕事は必ず朝見直すことにしてるそしたらねおーよかった今気づいてみたいなねだからやっぱりね夜やった仕事ってミスも多いしねだめなんですよやった感はあるけどで朝の方がやっぱり気分的にすっきりしてるしだから私はやはりできることなら朝学習を推奨いたします。 まあどうしてもっていう人もいるからね、あのー、夜でもまあかまへんけどはいじゃあ次今度はね論文試験はね何色でいこうかな何色でもいいんだけど皆さん蛍光ペン持ってきてないからねはいオレンジにしようかな論文試験はい原則7月だけど7月の第1日曜日か6月の最終日曜日どっちかですはいで必須科目と選択科目に分かれてるってあるからね必須科目をちょっとオレンジにしとくねあああ で選択科目を黄色にしとくわ、ね、で必須科目は特日2問であ特実2問という、ね、あの答案用紙が2枚ということです。はい、衣装は1問デザインの法律、ね、1問、答案用紙1枚、えー、商標法も1問、答案用紙1枚、ねうん、ただあの時間配分もちょっと、ね、違いまして、ね、特日は2問で200点であの2時間です。えー 意証、えー、と商標はあひ、えー、100点満点で、えー、90分合計400点満点で皆さんねこういうのも分かんないでしょ、ね、で何点取れば受かるんですかと、はい、これはねなかなか専門的でねまず担当試験は39点です、えー、60点中39点切りが悪いんだけどそれはどうしようかというと6割5分。 60点の6割5分は39点ね。はい、ただね、39点、じゃあ取り採すればいいのかというと、そうじゃなくて、各科目、4割未満とならないことという条件があります。だから、例えば、特日の20点だと、えー、っと2人が4、4点未満、つまり3点だとアウト。あ、違うわ、ちょっと待って、西が8だよ、ね、西が8、<laughs> 特日はだから7点以下だとアウト。えー、で 10点満点の異性商標条約著作不況はあの4割未満だから3点以下を取るとアウトです。ええ、で意外とこれがバカにできないんだよ試験もよく考えててね毎年毎年外れ科目っていうのを作ってるんですよ。わる今年はこれでいいかみたいに決めてるんですよよし今年の外れ科目はこれだって例えばさあの商標法を外れ科目にするじゃん商標法だけめちゃくちゃ難しいんですよ。<laughs> 去年去年あ今年か 令和5年は、ね、商標法が難しかったですね、ええ、あの俺に言わせると簡単なんだけど受験生にとってはあの難しかったみたいで3点続出ですだから3点続出でねあのせっかくね全体で43取るとするじゃん全然合格ですよ43点でも商標で3点取ったがために全体が不合格になりますその基準点を下回った科目だけじゃないんですよ基準点が1つも下回ったら全体として不合格になります だから万んない知識が万遍なくその平均を上回るぐらいのね知識を身につけていただきたいというのがあります。はい。で論文もねちょっと特殊です。論文はね400点満点だけど何点で受かるかというと216点です。<laughs> これまた切りが悪いね。うん。これ、ね、54かける4です。うん。54かける4って216になりませんか。そう。つまり一通の問あたり54点以上を取れば受かります。 で皆さん感覚全然わからでしょ100点満点中54点だからなんや対象とねえわと思うでしょこれね偏差値換算なんですよだからその100点満点中本当に54点じゃなくてその簡単な問題だったら簡単な問題で平均が上がるでしょ、うん、だから例えばねよくあるのが「先生今年よくできました」とか言ってくるわけよでもみんなできていれば落ちる可能性が高いってことわかる、うん だからある年ね、あのー、これ、令和3年だったかな、令和3年のね、商標法で、論文ってさ、自己採点が難しいんですよ。マークシートは自己採点、簡単ですよ、丸かバツだからね、メモしてれば分かるわ。ところが、論文っていうのはアナログ方式だからあの、自分が何点取ってるか全然分からないですよ。だから大体、俺に来るわけあの、記憶しといて、自分が書いた答案をもうその日のうち、あるいは次の日ぐらいにこう、記憶を頼りに再現するんですよ。 で再現通りに書いて俺に持ってくるとまあ俺がね採点してあげるんですよ。うんうん、それでねなんか令和3年の商標めちゃくちゃ簡単でなんかみんな合格点つけたんですよ俺。<laughs> おお今年はみんな出来がいいなーとか言ってねで蓋を開けたらその出来がいいと思ってた連中も落ちたんですよ。でそれはどうしようかというと簡単ってことはみんな出来がいいでしょ偏差値でしょだから偏差値換算で54いってなければ落ちるんですよ。えー だからあ,のあれねむしろ難しい方がいいよ難しいとね自分が落ちてると思っても受かったりするから、うん、だからあのなんていうかどんぐりの性比べになってるからさちょっとでもこう光った音を書いてれば受かるんだよ、うん、じゃあどういう人が受からぬか言ってみようか論文ね、うん、もうねこれもうどうしようもないんだけどやっぱり字がうまいか下手かっていうと字がうまい方が受かるわね <laughs> であの字が下手な人でも大丈夫ようまく見せるコツをあの伝授してあげるからね あのまずペンの選びからし,してあの失敗してる人がいるからまずあの典型的には油性ボールペン使ってる人ダメだよそんなのスピード遅くなるぜ、うん、あの耐,性耐水性の,あのスピードの出るボールペンがいいね、うん、で、えーね、0.5が平均かなあのポイントのチップのポイントがね、うん、0.7はちょっと太すぎるかな俺はね自分では0.7がってるんだよね、うん、で0.38が限界 0.38を下回るポイントはあのちょっとね薄くなっちゃうんですよ答案の字が、うん、そうするとね心証も悪いあの採点してる先生方はみんな年配が多いということを皆さん念頭に置いてくださいねだからちっちゃいミミズの這いつくばって同じを書く人はいくら実力あっても受かりませんええやっぱり大きくねあのなんていうか軌道修正のない答案書けるようになってくださいそうすると自信にみなぎってるからうんだからね なんていうかねこうなんあのあれ消しゴム使えないからボールペンか万年筆でね消しゴム使えないから間違ったら二重線なんですよで別に二重線使ってもいいんだけどあんまり多いと落ちますええんでかというとやっぱり自信がないのかなと思われちゃうんですよだから第一印象の点でもマイナスです、うん、だからね一発書きって私言うんだけど軌道修正のないトーンかける人ってね早く受かりますね間違ったことを書いてても受かります自信にみなぎってるから だから自信にみなぎってる答案ってねすごいんですよなんかね間違っててもね間違ってないように思うんだよね <laughs> そういうところが論文のまあなんていうかねあの特殊なところです、えー、で私もねなあのほらもともと理系でしょ文章を書くの苦手だったんですよそれでねあの担当は得意だけども論文が苦手な受験生でね私はねである時、えー、予備校の当練っていうか模擬試験みたいなやつでね えー、特日は2時間で、えー、2問ですわねで7時から始まる夜の7時から始まるなんか当年かもしれないね1時間遅刻したんですよ当日で。で、あのー、8時に受けに来てさ残り1時間しかないわけよで残りの1時間で2問書いたわけよ俺当案そしたらなんと不思議なことに全国一位に輝いたんです俺それで論文のコツをつかんだんですよええ でなんで論文のコツをそれでつかんだかというと時間がないでしょ時間がないから重要なことしか書けないんですよ。つまりどうでもいいことは優先順位から落ちるよね。だから重要なことしか書かなかったらそれが構想して全国1位です。で俺それでも見事にコツをつかんでもう1位連発ですよ。ええ。それで挙句の果てその,その年の総合1位になってあのレックの講師としてお世話になっとると <laughs> いうことなんですね。だから私はは、ね、論文の指導に関しては自信があります で皆さんに言っておきますけど、ちょっと他のクラスは分かんないからね、分かんないことは言いません。少なくとも私のクラスのことを言います。はい、皆さんね、あの通学で私のクラス申し込んでくれたら、私が全部採点します。ええ、あの答案はあの論文のね、講座もあるじゃないですか、私が責任を持って全部採点します。ええ、通信の人はちょっとごめんなさい、あの全国津々浦々にあるあの添削講師が採点します。まあ、ちょっと誰に当たるかは分かりません。 え少なくとも通学はあの私が見ます、ねはい。ということであのそれがいいんですよ何でかというとさ皆さんの癖をつかみたいわけよ私は。ね、でほら個別具体的にアドバイスできるでしょ、うん、例えばあのなんかこう長すぎるとかねなんかあのあの短すぎるとか,、ね、なんかぐじゃぐじゃしすぎとるとか,なんかもうもうその人なりの特徴がどうしても論文には出るんでその特徴が良ければいいんだけど悪かった場合にはそれを軌道修正させる必要があるじゃん。 ね、それはあの特徴をつかむために私が全部アドバイスいきます。ね、これもやはりあの一発合格は一番多く出る、ね、秘訣じゃないかと思っておりますのでね、はい。じゃあ次、述試験あ選択科目は,選択科目は、ね、あの例えば適当に言いますが今年は確か、ね、7月2日だったんですよ必須の試験日が。で選択科目はそっから3週間後だだと思ってくださいつまり 必須のの試験日が7月の第1日曜日が月第曜なんですよそこから3週間後の日曜日に選択科目です。選択科目のある人はね。だから、まあ、ある意味、その3週間でめちゃくちゃ超気合い入れて勉強すれば受かる可能性も中にはいます。ええ、ただ、民法とかあのそんなね、甘くないよ。ね。あの和田先生いるから聞いて、民法はどうすればいいかね。うん。はい。で、口実試験行くわ。はい。口事試験はね、あの、あれ、幸いなことにうちのクラス、落ちた人ゼロ。 ねえー、今年はね、はいいませんでした、ちょっと緑で縫うね、これ緑とか言いながら青だったわ、<laughs> 緑で縫うのはね、工図治験、これ原則10月、10月の半ばやね、10月の半ば、合格発表がね9月の下旬なんで、論文の。うん、でね、はい、科目は特実、衣装、商標、うん、で上4方っというのはね、これ、特実、衣装で、うん、で受験生一人に対して試験が2つ。 1>, 2人つきますあ1人はね質問する先生でもう1人はその所作とか振る舞いを見てる先生ね落ち着きがねえなとかねなんかこう答え方がダメだなとかね、あのー、ちゃんと礼をした方、ね、<laughs> そ,そういうところ見てるんですよもう1人がね所作振る舞いを見てる先生と質問する先生がおります、はい。あそうそう1人が主作で受験生に質問するもう1人が副作であの態度とかを見てますね はい、で大体ねあの論文まで突破する受験生の中での戦いになるんで実力はみんな十分ですだからやっぱり所作振る舞いで落ちる人が多いねじゃあどういう人が落ちるのかはいまず試験に歯向かう人これが落ちますね、うん、あのね皆さん言っときますけど試験も人間です間違うことがあるんですよ、ね、であの私の年いますねあのちょっと俺今でも忘れないんだけどねあの実用診案法でこういう問題が出たんですよあのね えー、実用新案登録戦においてあの審査官が登場する場面はありますかって聞かれたんですよだからね私はあの実案法12条4項というのを知ってたんで「はい、あのー、あります」って答えたんですよ、ねあのー、実用新案法で審査官が出てくる場面ありますかと「ありますよと」と、ね、ただイエスかノーかしか俺答えなかった「あります」って答えたんですそしたらね試験員がね目をまん丸くしちゃうんですよ「えー、みたいな顔をしたんですよ その瞬間、私はね起点を聞かしました、この試験はあんまり実力はないんだなと、えつまり実用審案法というのは無審査登録主義だから審査官が出てくる場面はないというレベルの知識を持っている審査官なあの試験だなと思ったんですよ。だから作戦変更で、あ失礼いたしました、実用審案法は無審査登録主義なので審査官はあの出てくる場面はありませんでしたそうだろ、うじゃあ次の質問に行くわつったんですよ。ファインプレース 実は、ね、実用試案法の12条4項っていうところにね実用試案技術評価書っていうのを作成する場面で審査官出てくるんですよ唯一だからそれ知らなかったんだね試験ね、うん、であの俺の受験仲間でさドヤ顔でねあのやっぱ同じ質問されてるから俺言ってやったよと試験ねあのなんかさ審査官あの出てこないと思ってたんだよだから俺がさ 実用,信用法あの技術教科書で審査官が作成する場面を俺が伝授しちゃったよって自慢げにドヤ顔で言ってたんですよ。なんとその人、落ちました、ええ、これで分かったでしょ歯向かうと落ちるんです。何年早いんだと。ね、だから、試験を持ち上げること、持ち上げると間違ったことを言っててもお,おっしゃるとおりですって言っときゃ受かるんだから、ね、何年早いんだということよ。少なくとも立場をわきまえろということなんです。 ね、試験と受験生では運命の立場の差があるんだからそこは間違ったと言っててもね忖度忖度ねはいで受かってからね自分の自己主張をやればいいんだから、うんね、そういうことですよだから俺はねファインプレーだったなと自分なりに思いましたよ、ね、そういう起点が聞くことが大事なんですよ、ね、そういうところも伝授するからね、うん、で何か分からない質問が来たらとりあえず国際的調和の観点ですって言う時は大体当たるから。 ね、75%ぐらいの確率で <laughs> そういうのも教えてあげるはいで尾行、えー、ね担当試験に受からなければ論文試験に進めませんはい悪いこと言ってね悪いことは大体青で塗ります、うん、だから担当をすっ飛ばして論文にはいけませんよで論文に受からなければ口実に進めませんで担当試験に受かるとこれいいことだねピンクでいこう担当に、えー、受かるとですね翌年と翌々年は担当を受ける必要はありません はいで論文,論文だからオレンジにしよう論文試験に受かると翌年と翌々年は論文免除になります、ね、でこれはなかなか珍しいケースなんですけどケースによっては論文免除で担当と口実を受けなければならない場合も出ていますねうんうんでこういう人っていうのはねどういうパターンが多いかというとだいたいいた選択科目でで落ちる人が多いですだから皆さん選択はなるべく免除を狙った方がいいと私は思いますね 応用情報だとかねなんか自分に特技のあるこう科目あったらねそれでとっとと受かといで選択免除は一度受かると永久ライセンスになります、はい、必須はダメですあの必須受かっても3年後にまた振り出しに戻るよ、はい、所定の分野で大学院卒やあ所定資格を持っているものは選択免除となるが、はい、これはだからあ,のあかんだらいいこと言ってるからねそうだからね選択は免除になると得ですよ。はい で、えー、今度は悪いこと言ってるなそうでない人であっても、ね、そうでない人であっても私が言った通り一旦た選択科目に合格するとそれ以降はもう絶対に免除になります。ね、はいということですわでねあ一応今年のデータ載ってるなあ,ありがたいありがたいこれ見てくださいこれ、ね、特にね令和 3C5 に注目してくださいなんと最終合格率全部同じです。 これは意図的なのかたまたまなのかよく分かりません。全部6.1。ああこれはねちょっとわかんないですね。うん意図的にそうしてんのかな。うんただねそれでもね私が受かった年は3%でしたのでまあそれに比べるとね2倍受かるなと。あとねちょっといいですか面白いことを言ってあげますね。えっ、ー、と担当の合格率をちょっと歴代のちょっとピンクで塗ってみますから。 はいちょっと見てみましょうか、担当合格率ね、ちょっと言ってみます、13.7、30.3、26.1、9.2、11.8、14.1、15.5、8.9、20.1、18.3、18.2、11.3、10.3、12.4、だからここ最近、10人に1人ぐらいです、約ね、うん、担当厳しいでしょ、約10人に1人です。はいじゃあ次、次、オレンジエンドリオ、論文合格率ね。 25.7、22.9、はい、28.3、23.5、27.2、24.4、25.3、24.2、23.9 25.、25.5、えー、25.0、25.1、26.3 25.、26. 28.0、ちょっとブレあるけども、法則性ありませんか、25前後です、これはなぜか理由簡単です、偏差値でやってるから、うん、担当は祖点でやってるからばらつくんですよ。 つまり、難しい問題が出れば合格率は減るし、簡単な問題が出れば合格率が上がるという非常にこうシンプルな講座の点。で、論文は偏差値からばらけないんです。さっきも言ったように、54点 ×4、216以上が合格なんであ。で、あと言うの忘れたけど、論文もね、1科目でも変な点数取ると全体として落ちるよ。例えばね、46点以下、例えば、衣装商表で46以下を取ると、 それだけで全体がアウト。特実は200点なんて200点だから94未満、つまり93点を取るとアウトです。93点以下がアウトね。気をつけてよ。まんべんなくできるよね。はい。で黄色。高実は高実はねほとんど受かります。ほらあの70点16760あこの辺はね暗黒の時代と言われましたね。81.774ほらでこっからねほぼ受かれるんだった。936939 984、94、956、986、90.2、964、943、ね、ほらほぼ受かるでしょ、うん、だから残りその5、6%の人はなんか歯向かったか、あの態度が悪かったか、ね、服装がジーパンでいったとか、<laughs> ね、そういう人がな、あとね、真面目に望んでも落ちる人はたまにいる、それは、はい、皆さん、よく聞いておいてください、通信の方、気をつけください。 通信のの方はデータの上でで落ちやすいですすいなぜか分かりますか、はい、通学の人はね日頃の授業で私が当てていくじゃないねだからその受け答えの習慣が身につくし度胸もつくんですよ。教数ね、まあ、私のクラス100人ぐらいおりますから恥ずかしいじゃん間違ったら、ね、そういうそのなんていうの度胸もつくんですよ。うん、で通信の人は残念ながらそ,の、ね、そういう恥ずかしい思いしないでしょそれが「あの京」と出るんだね。 うん、だからそういう訓練を日頃から積んでる通学の皆さんの方が有利です。はい、じゃあ通信の人はあのどうすればいいかというとだから口実の講座をいっぱい取ってください受かってねでのあの俺は論文まで受かったから口実も受かるわって余裕ぶっこえてる人は落ちますんで,、うん、で通学の人はもう何回も言うけど俺がね日頃から当てるんですよそれがもう口実の訓練になってんだわええー、ねはいじゃあねあとは そうだね今日はあのゼロからの知識なんでねあ担当試験がどんな試験で論文試験がどんな試験かやっとこうかじゃあねえっと6ページね知識ゼロでも解けそうな問題とかってねあの著作憲法簡単ですうん著作憲法簡単な問題で多いね知識ゼロでも解けるよちょっとやってみようか学校の教師に備え付けられた生徒用の椅子でも著作物として保護されるどう 皆さんの座ってる机とか椅子あの著作物っていう感じする著作物ってねやっぱ芸術性がないとダメなんだよだからダメはい駄目です青でんるね駄目なやつは青で塗るっていうルールはい小説を点字に変換した文章は一般にあの小説の二次的著作物に該当するこれ一番と同じであの著作物ってねやっぱりこう芸術性とか創作性が本当にこう感じられるものじゃないといかないよね 展示ってあじじゃゃんあのなんていうか機械的なな変換に過ぎないじゃん何のクリエイティブな創作もね加わってないよなのでこればダメねあのあれもそうシンセサイザーであの音をこうね変換するみたいなねあのー、そういうのも全然ダメボタン一つでね、あのー、あれが変わるともう創作性は何もないよろはいで次名詞の5四順これどうよ名詞5四順に並べて えっと収納したファイルは編集著作物にならないこれもさ全然創作性感じられないよねうんで文末が編集著作物にならないならないこれじゃない答えちょっと俺も見ていい3番だねやっぱりね、えー、これはの正しいからね黄色で塗りますほらねうんだからなんとなく著作権法っても法則性があるでしょクリエイティブなやつが著作物そうじゃないやつがだめねただそれだけですじゃあ次 他人の詩を無断で素材として収録した詩集はたとえ素材の選択配列に創作性が認められても保護されることはない。これ、一見、ね、間違いやすいんですよ。だってね、他人の詩を無断であの取り入れてるんですよ。一見引っかかりそうなんだけど私、法則性言ったじゃんクリエイティブなものは、ね、創作になるんです。他人のものを取り入れていたとしても。ね、で、これはほら、ここですよ、ね。素材の選択配列に創作性が認められているんです。 とということはこはれ著作物になるんですよ、ええ。だからこれ保護されることはないが間違ってます。ね、保護されますよ。だってね皆さんね皆さんが書く文章って俺もそうだけど大体いいねたまたまかもしれんけど他の著作物ね誰かのそういう言葉が入ったりしてるよ。うん、そうでしょ世の中発明だってそうなんだから自分が完全に100%発明したと思ってもね大体どこそこの発明を <laughs>、ね、含んでることが多いんだから。うん、ね で次オリンピックの競技大会のマラソン競技、おいおい、マラソンが著作物かね,ね、はい、違いますよあの、ね、たまに紛らわしいやつがあります。えーとね、フィギュアスケートの,あの型ね、演技の方、これは著作物になります、うん、あのダンスの方とか、ね、そういうのは、ね、あの振り付け師っていう仕事あるでしょ、これをグラファーっていうんだよね、これはあの著作物になります。はい これはスポーツの、ね、競技あのたまに、ね、プロレスの技とか出ますけどこれは著作物って感じじゃないですね。<laughs> はいえー、そんな感じでね、まあ、あのこういうねあの勉強ゼロの状態でも解けるやつありますんでね、はいまあ、担当ってこういうもんだよと五枝ワンセットの問題で一つなんか正しいのか誤ってるのを選ぶ、はい、じゃあ次に、ねえっと論文も見ようか論文はねあの10ページに載ってるねこんな感じだね。あ ちょっと見ようかあの分からんかもしれんけどね、こういう病2は化学物質、この化学物質の製造方法、ああ、これね、ちょっと色をぬらしてね、普段の授業だったら、私はね、化学物質はピンクで塗るね、で製造方法はこれ、黄色で塗るね、生産方法だからね、こうやってね、分かりやすくやっていくからね、あで化学物質を用いた空気清浄方法ね、これはね、大体いいオレンジだね、あの発明にはね、ものの発明と生産方法の発明と単純方法の発明というのがあるんですよ、3種類、まさにその3種類だわ。 ね、共同で発明したんだねだからほら主語実を口頭通は共同で発明したねこんなふうにしてあの確実なところを読んでいくとはいで、説問1口頭通は単独で質がを行うことができるかっていうねこれ簡単ですなぜかというと共同で発明している場合には共同で質問しないといけないというルールがあるんですよだからこれはもう×です×だから青、ね、根拠は、ね、緑、ね、慣れてくださいね俺こうやって塗っていくから理由付けは緑で塗りますね じゃあ答案の書き方だけど、これはね結論理由という書き方をするんですよ。で結論はノーでしょ、だから青で塗るね、はい、単独で特許を損することはできない,、ね、できないで根拠、理由ね理由は緑、はい、特許を受ける権利は発明者に原始帰属するところを29条1個はしき、こうやってね皆さんね、ね論文というのはただの作文ではありません。ただのの作文文と論文と案の違いは 法律的な根拠を示すということつまり皆さんの自分の見解を聞いているのではない法律はどう処理されるかだから根拠条文肉一柱というのを書きますこういうのは覚えてないと書けないけど別に覚えてる必要はありません論文試験というのは法文集が対応されるのでそれを見て書いて構いませんただ覚えてるに越したことはないなぜならば覚えてればスピードがすごい速い覚えてない人の約3倍ぐらいスピードが速いです、うん、だからこのぐらいの余裕のよっちゃんみたいな条文は覚えておくことうん でね、大体論文で使う条文って決まってんだわだから自然に覚えるよはいじゃあ次ねあ,あ緑理由付けだからはいで本文発明は全て共同発明であるため特許を受ける権利は交通の共有となり交通共同で出願しなければならないとねでまた根拠条文ほらね三38条というのはね共同出願義務という条文なんですよ、ね、でそれが拒絶流になってるよという悪い条文49条2号ね 無交流になってますという悪い条文120、31、25ね、ほら、こういうふうにメリハリをつけて、あの皆さんに伝授しますから、いい条文、赤の案だね、悪い条文ね、黒とか青とかで、はい、まあ、こんな感じでやっていきますからね、うん、じゃあ、口述試験はどんな感じで出るのかなというとね、あ、載ってないな、っ <laughs>、載ってないわああ、まあ、あの、一問一答形式で、会話形式で進んでいきます、で、最後にね、何が載ってるかというとね、あの12ページ、これ、自主作成ノートのサンプルです。え であのノートっていうのはね別にこれなんかワードで作ってますけど自由です皆さんだってあのねエクセルとかが得意な人もいるしもうなんかあのスマホでやっちゃう人もいるしアナログ派もいるし人それぞれですよだから手書きのノートもでいいしワードでもいいしエクセルでもいいからでこれね1乗から順になってるんですよほら1乗2乗。 で2乗は1項2項3項3項の中に1項2項3項というのがあってねちょっと2乗だけやっていきますけど2乗はまず2乗ねはいでちょっとオレンジで1項2項3項というのがあって1項2項3項4項というのがあってで3項の中にさらに1項2項3項というのなんですよだからこういうふうにね枠を作って、うん、でそれぞれどういうことを言っているのかっていうねでまあなんていうかね 例えば私の授業出るじゃん、まあ、皆さんあの先取り予習できますけどでその回その回ごとに出てくる条文というのがありますよ。そういうのをその授業ごとにこういうふうに、ね、あの出てきた条文だけでいいからまとめとくといいわね今日はこういう条文を教わったなみたいなその累積の結果として合格にに足るだけの知識を身につくんですよまずは最初の一歩目からまあこういうノートを作るというのは大事だよ。うん、で次第にねスピードもアップしてくるしなんか自分なりにね その改良すべき点が見つかって自分だけのパーフェクトなノートっていうのは作れるようになるからねまあ俺もあのこうやってサンプルは見せてますけどねこれ人それぞれやっぱり自分にどういうノートが向いてるかっていうのはね違うんだから完成も違えば何もかもね違うしまあ一つサンプルですね一乗二乗三乗みたいなね必ずしもあのあの私の講座は一乗からスタートしませんよ。 1>, ね、1乗の次は29乗に飛んだりしますけどねそれはあの条文にはね重要な条文とそうじゃない条文があるから入門講座ではまず重要な条文からやっていくんであの1乗の次は29乗に飛んだりしますただ担当基礎力完成講座というのはね担当試験に特化したこれは1乗から順にやっていきます何でかというと担当試験というのはね重箱の隅をつくような知識聞かれますんで <laughs> 論文はね対極的なところを聞くんですよ。で あの担当試験っていうのは重箱の隅をつき続きますんで、あのー、ちょっと手広くやってないと太刀打ちできない今10分の1しか受からないからあそれでも私わきまえてるからね重箱の隅をつつくとか言ってもやっぱり出るところは出るし出ないところは出ないっていうのが分かってますんである程度はい最後は何を書いてるああこれねああこれは重要だまずねあの皆さんねはい私が今手持ちの,おあのこれはねレックが売ってるんじゃないんですが これね、ねこれあのなんだっけ、パテックっていうところから出てるんですよ。ねあまあ、あの私はこの別に別に忖度も何もされてませんが純粋にパテック社がいいのかなっていうことで一番上に持ってきていますあ。なぜいいかというとね、これ、あの一番最新が30番ですね、えーえー、とね3680円プラス税金です。はい でなんでこれいいかというと、弁理試験に必要な科目は全部載ってますあ法律、あの弁理試験に必要とされる法律、は全部載ってるしで法改正にきちっと対応してるというところがね、非常に評価できますね。うん、で、あとね、あの四法対象っていうのがあるんだけど、これはね、まあ、優先順位は低いんで塗らないでおきますが、一応私、持ってます、ほら、四法対象、ちょっとこれ、古いよ。 あの今28半だけど俺が持っているのは22半でこれは買わないでね22半まで今28半だよなこれはねこんなふうに載ってるんですよほらねこれはあのサンプルで使うんだからね俺が事業で利用しようと思って使ってるわけじゃありませんなぜこういうふうに言うか著作権の侵害じゃありませんねこういうふうなサンプルですっていうのを見せただけなんでねはいこういう感じでね非常に工夫されてるでしょ特許の一条は実案法の一条であり商法の一条であり商標法の一条に相当するよとこうやってずっとね あのメジャー4法の条文が4段書きでこうずっと続きますほらずっと続きます、うん、だからね初心者には何条が何というのがわからない人にとってはいいかもしれないね、うん、ただ私はあの基本的に使いませんえあの必須はこのね普通の1条からあの順に、えー、載っているこの30番法文集これが必須ですマストアイテムです4法対象は買いたい人は買ってくださいはいあとはねそうだねああこれ これね青本って言うんですよ、うん、だから青で塗るしかねえか。産業財産憲法築上解説青本で、ね、22版、うん。これ22版が、ま、あの新しいです。ま、あの1番。で、俺が持ってるのは21版です。<laughs> ね、22版は先生、俺持ってないですか持ってませんえ。なぜかというともうスマホで見れるから今、うん。スマホでね、一括ダウンロードできるんですよ。うん、だからあのもう Z 世代の人なんかはもう紙じゃなくてもう本当にね。 スマホでちゃちゃっとこう調べるし、うん、だからこれもねマストではないけどただやっぱりあの初心者の人はねなるべく持っておいてはがいいですよ、うん。なんていうかね、あのー、これブックエンドにも使えるしねこうやって置いとけばねブックエンドになるんですよ、えー、だからねもう1万円ぐらいのブックエンドを買ったと思えばねもう損はしないです。は <laughs> は、ね、はいいい非常ににですよ本当ブックエンドとししてのねね価値は十分にある、ね重いしはい であとはねねそうです、ね、あともうマストアイテムはこれですかね、えー、1万社におなるマストアイテム、働きながら一発合格、ね、便利試験究極の攻略法、中央経済社から出ている1800円の、ね、<laughs> これ、いい本ですよ、あのあ後ろあるあ,の後ろありますか、あすみません、ちょっとあの持ってきてくれませんか、ね、ああ、もう持ってきてる人もいるね。あ もしあのサイン必要でしたら書きますからね失敗したらごめんなさいね、えー、<laughs> 最近サインの練習してないからね、はいえー、これですわ、ね、でこれをこう読むことでまずあの今日ガイダンス私の持ち時間1時間弱ですけども、まあ、語りきれないですよ、ね、語り尽くせぬその他のことは全部ここに書いてありますから、ね、そこで方向性をバシッと決めて、ねあのー、もう申し込んでいただいて、ね、いち早くスタートを切ってほしいなと。 いうことがあります、ね、であとね、そうだなあの、皆さんね、この入門講座、まあ、標準装備と、ね、オプション的な位置づけがあるんで、そこだけちょっとね、言っときますわ。えーっとね、まずあの、標準装備というのは、ね、先ほども説明があったとは思うんですが、えー、っと、えー、っと、エルタワーはどれだっけな、えー、18ページ、このスケジュール冊子というあの白黒の、これのね、18ページに、 エルタワーという新宿エルタワー本校ってあるじゃない、うん、で、この、ね、入門口座、これですね、ピンクで今囲いました。で、論基礎置いうのはこの左下のこれですね、オレンジで囲いました。はい、そして短基礎置いうのが結構長いね、重箱の隅をつくづくから長いですよ、ね、はい、ピンク、オレンジ、黄色、これが標準装備、ね、標準装備、通学の通信も平等にね。 で通学の人ね、これあの、休んでも平気ですよ、ほら、ね、あのフォローアップというのがついてる、欠席ウェブフォローがついてるからね、全部休んでも安心ですよ、ねあの、以前コロナでね、緊急事態宣言でみんな来なくなったんだけどね、これがもう、これがついてるんで大丈夫です。はい、で次にね、オプション、これがオプションですよ、皆さん、ナビゲートゼミってやつね、はい、でナビゲートゼミはねあの、やっぱね、入門論基礎、単基礎っていうふうに分かれてるんだよ。 で入門ナビゲートというのは全部で5回あるね。論基礎ナビゲートが全部で3回あるな、678。今ちょうどね、現在進行形の入門の人もね、今論基礎ナビゲートっていうのをやってるよ。はい。で、短基礎ナビゲートっていうのはね、全部で9、10、11、12、13で全部で5回。で、これは何かというと、要するにね、もうあの入門段階から本試験に慣れていこうという感じなんですよ。だから、例えば入門ナビゲートでは何をやるかというとね、えー、っと、 これだね、あのー、本試験令和6年度本試験これを一緒に解いていこうという、ね、あそれによって、あのー、慣れていこうじゃねえかということですよ。ねうん、で論基礎ナビゲートは、ね、何をやるかというとこれも、ね、論文本試験並みの論文本試験とイコールではないんだけど論文本試験と同じかそれ以上のレベルの問題をやっていきます。えー、つまりレレベベルルが高いんですよハイレベルね で単基礎ナビゲートもね、皆さん、全部であのこれ、誤回ありますけど、単基礎はね、やっぱりなんていうのかな、単基礎ですよ、単 <laughs>、ね、基礎、基礎的なところをやる、ね、であの演習問題も、えー、とこんな感じ、単、えーえー、基礎にね、時々このちょっとねずみ色のところが出てくるね、これが当連と言いましてね、これはあの全部で15問ですわ、15問で60分の演習をやり、 残りの2時間を解説に費やすというね、そんな感じなんですよ。で、レベルもまあまあ点が取りやすい感じの問題になってます。ね。ところが、この短期ソナビゲートはですね、えー、ちょっとあの量と質を上げまして、20問で60分、ちょっと負荷をかけます。20問で60分、しかもレベルもまあまあ高い。ね。だから質と量を高めていきます。ええー。やはり本試験のレベルの問題というのはね、なかなかね、どうして。 レベル高くて、ねなんでこんなの出すんやみたいなね、問題も多いです。はいで、このナビゲートゼミにつきましては、ですねこの一番下にこう書いてますね、合格ナビゲートゼミ申し込み者限定ということでね、専任人中タグお助け、はい学習方法、学習スケジュール、ね皆さんもほら自分、よくあるのはね、自分で計画立てるのが苦手なんですよみたいな人いるじゃん。 ね、そういうのもねあのこの時期はこういうのを作りましょうこういうのを取り組みましょうというのを、ね、安斎先生がねあの作ってくれますからねちょっとした疑問点や悩みなどを専任チューターにご相談いただけます、えー、宮口クラスの場合には安斎先生後ろに今日来ておりますあとでご挨拶もしますあ事前予約制この辺はちょっとあの要領は聞いてくださいねで実施日程とかもありますから予習方法などの詳細はああのあの各会ごとにね お知らせいたしますんで、うんまあ、そういうことです。ね、あもちろん、ね、あのこれあの取っていただければそれなりのっていうのがつくってことですよ、ねで。これ取らないと冷たくするとかそういうことはしませんので大丈夫ですよ、ね。お前これ取ってないから俺質問答えないわっていう、ね、<laughs> そ,ういうそういうことはだあのしませんよ、大丈夫ですよ。ね、よ,りより一層こきめ細やかな、ね、皆さんがその自主的に相談てしやすいというね、うんはい、そんな感じですわ。ね じゃあちょっとね、私の持ち時間はそろそろ終わりですので、まあ、皆さんにこの、ね、最後に言いたいことはね、あの便利試験というのはね、もうやっぱり日本の資格の中でも、まあ、私はトップ3には入ってるのかなというふうに思います、ね、もちろん、司法試験がトップかもしれませんが、あの,あのね、あれよ、司法試験に受かった人がたまに便利試験チャレンジするんだけどね、なかなか受からないよ、うん、あのそういうのを見てます。ええ でやっぱりねその資格その資格ごとにあの流儀っていうのがあるんですよお作法というかだからね小試験のお作法でもって便利試験望んでも受からないわ、うん、だからやっぱりそのお作法っていうのをまず皆さんがねあのわきまえた上でそのお作法の中にでそのパフォーマンスを発揮できるように、えー、することが必要でそのお助けをするのが我々講師陣です、ね、だから言うこと期間であの独自路線を歩むとあの実力あっても受からないっていうね 人になってしまうんで、あのなるべく言うことを聞いてくださいね。あのあの厳しいことも言います。でもそれはすべては皆さんが受かるためのアドバイスですね。あの聞き入れていただければなと思います。はい。じゃあ私からは以上でね。あの、えー、あの安西先生とかにバトンタッチしますんで。はい。じゃあどうも。えー、今日はねぜひあのいい決断をしてくださいね。はい。